はい、皆さんこんにちは。フィリピンポンチャンネルの村田です。はい、本日すぐ終わりますから動画ぜひご覧ください。お知らせなんですけれども、8月25日、来月ですね、日曜日にバディ有明、わかりますかね、皆さん、石川聖也卓球スクールさんのところですね、そこを1日お借りして卓球イベントを開催します。定員は80名なんですけれども、どんなイベントかと言いますと、まあ、ゲーム試合をやっていくんですけれども、交流試合メインです。でその中でも午前中は参加者の形、当日私たちに割り振らせていただいて、団体戦みたいな形で、皆さんでまず交流を深める、仲良くなってもらう意味も込めて団体戦をやっていただくと、午後からはもう個人個人で、13時間卓球みたいな感じですね。本当に交流試合をどん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 皆さんでやっていただいて、何より卓球をたくさんして楽しんでいただくと、そんな内容のイベントになっております。その中でも途中でツイッターとかではもう上げているんですけれども、プロコーチによる講習会だったりとか、なんとスイッチとかディズニーランドのペアチケットが当たるじゃんけん大会だったりとか、と当日はですね、私も含めちょっと撮影舞台とかもいっぱいいるので、その中で皆さん一人一人のね、思い出を切り取って皆さんに持ち帰っていただけるようなサービスもしていけたらなと思うので、夏休み最後の方、終盤に差し掛かりますけど、最後の思い出作りということで、ぜひ参加していただければなと思っております。楽しい一日にしたいと思ってます。どんな方でも大丈夫です。もう卓球が上手とかまだ始めたばかりとか関係なくですね、と参加いただけるといいかなと思います。全力で現場では私たちが皆さんが一人になってしまわないようにですね、みんながそれぞれ同じだけ楽しんでもらえるようにサポートさせていただきながら尽力しますので、何卒よろしくお願いいたします。申し込み方法なんですけども、こちらと概要欄に記載しておきます。とメールにて受け付ける場合と、あとタックアップというアプリですね、情報イベントを掲載しているアプリがあるんですけれども、そちらの方で受付、どちらでも大丈夫です。やりやすい方で申し込みをしていただければと思いますので、よろしくお願いします。参加費、一般の方が3500円で、中学生以下は1500円です。それで参加賞もございます、ご用意させていただきます。たくさん卓球ができるイベントを、そして飽きてよかったなと思えるようなイベントにしたいと思います。これで終わりじゃないです。でスペシャルゲストとして大谷選手も、途中全部じゃないですけど参加していただいて、一緒に卓球ができるような場を設けたいなと思っております。でそれがだいたい9時から4時までやるんですけれども、その後16時までやって、17時から19時までの2時間はバーベキューを飲み放題食べ放題ということで、お一人様4000円でやってくれるということで、ぜひ皆さん二次会までも参加いただいて、卓球した後は美味しい飲み物、美味しいお肉を食べながら交流を深めて、そこでまた卓球仲間を増やしていただければいいかなと思ってます。ちなみにそちらの会にも、大谷選手参加いただけるということで、皆さん大谷選手とたくさん話すチャンスです。いろんなこと聞けるんじゃないですかね。そんなイベントになっておりますので、あと1ヶ月ちょっとですけど、まだまだ申し込み受け付けておりますので、ぜひ県外の方も夏休みを使って東京に来るんだったら、そこに合わせて来ていただいて、私たちと一緒に楽しい時間を過ごしてください。よろしくお願いします。お待ちしてます。ということで簡単なお知らせでした。よろしくお願いします。